今回は湿気やダニ対策に役立つ人気の布団乾燥機を5機種簡単にご紹介します。使用するシーンやニーズに合わせてあなたにぴったりの1台を見つけてみてください。まずご紹介するのは三菱電機のポカセラプラスです。このモデルは布団全体をムラなく温めることができる高性能な布団乾燥機です。ダニ対策としての優れた温度管理を特徴としており、ダニ対策モードでは温度が平均で摂氏 64.1 度に達し、しっかりダニを駆除します。また温めモードでは布団の平均温度が摂氏 48.7 度と快適な温まり具合を実現しています。片付けや収納も容易にでき、とても扱いやすいのが魅力です。この性能と利便性からベストバイ候補として特におすすめです。続いてご紹介するのは同じく三菱電機の布団クリニックです。このモデルは布団をしっかりと温め、隅々まで熱を届けるダニ対策に優れた1台です。特にオレンジ色のマットを使用することにより、ダニ対策モードでは摂氏61度を超える高温を維持し、効果的なダニ駆除が可能です。また衣類や靴の乾燥も同時に行える多機能性も魅力の一つです。マットの設置に手間がかかるものの、高い性能が期待できる商品です。次にご紹介するのはポカサラです。このモデルはマットタイプの布団乾燥機で、特に温めやすさが優れており、温めモードの平均温度は摂氏40度以上を記録しました。湿気が気になる環境において速攻性があり、乾燥力も高いです。また持ち運びや収納のしやすさにも工夫がされており、コードがすっきりと本体内部に収納可能です。日立の HFK-VS6000 はアタッチメントが豊富で、布団以外の活用にも期待できます。モードの細分化でご自宅で使いやすい工夫が気に入られるかもしれません。ただ運転時は少し音が気になるでしょう。最後にご紹介するのは三菱の ADPS80BCH です。このモデルは静音性が高く、運転音が 46.7dB と非常に静かです。そのため夜間の使用でも心配無用で、省エネ効果的な冷静さを求める方におすすめです。また、ダニ対策効果がしっかりとあり、使用することで清潔で快適な布団を維持できます。高機能かつ静かな1台を探している方には最適です。